台湾を周回するようなルートで飛行訓練を実施しました。このところ台湾海峡にたびたび艦艇を発進配備するアメリカや西太平洋の海域で訓練を実施しました。このうち爆撃機は沖縄本島以降、中国国防省が昨日台湾東部の海域で艦船や爆撃機Yeah.
難しい判断まではできないことから、信頼者などの方に。